スターラックス航空は中華民国の航空会社。中国語名は星境航空。エバーグリーングループの創業者、超久始発の死去により勃発した後継者争いで、エバー航空当時長の座を追われた長国により、設立され台湾東円国際空港をベースに台湾のエミレーツ航空を目指して事業計画を進めている。2017年4月に、 星坂投資有限講師が成立。資本金1000万入台湾ドル。本社の所在地は、台北市内国南金アズマジ六段382号で、一般投資業としてのスタート。翌5月、星坂航空は山陽工業本社内6階前、フロア約4500坪の空間を借りて、本社機能を設定。実際の運航に際しての航空行政側の、 規制緩和も予定されている。2018年5月2日、登記が完了し、航空会社としての法人が正式に発足。2019年9月21日、IATA コード、ICAO コード、コールサインがそれぞれ JX、SJX、スターワッカーに決定したことが、同社から発表された。2019年10月28日、 自社初号機となるエアバス A321 ネオが台湾に到着。パイロットのライセンスを所持する当事長の長が自ら操縦していた。12月23日に2期目も同じ配りの操縦で高尾空港に到着しており、その際に長はフェリーフライトは全機を自分で操縦するともコメントしている。3号機は2020年1月18日に到着。 2019年12月10日、民用航空局から奥を、翌日に1月就航の3路線の認可を取得した。12月16日午前11時より、自社ウェブサイトでの航空券販売を開始。2020年1月23日に、台北、東園発着のマーカオ、ダナン、ペナン線に就航し正式な運航が開始された。機内誌タイトルは、歩く。 往来するを意味する台湾語のカヤン。コスマイル、台北松山空港での A321、ネオ初号機の飛行訓練2020年1月現在、計画では2024年末までに27機体制を整え、アジアや北米の20都市に就航する予定。第一段階として、2022年までの6年間で24機の運用、三千五百人のスタッフ。 第2段階として2028年までに50機の運用、スタッフ数は7000人から8000人を計画。日時確定分のみ2019年11月現在、上記に加え以下の路線への就航に向けて申請を行っている。日本対ベトナムマレーシア中国。ありがとうございます。